ダゴンハワード・フィリップス・ラブクラフトかなりストレスを感じながらこれを書いている今夜にはもう生きていないだろう金も頼みの綱の薬も尽きたこれ以上苦しみには耐えられないこの屋根裏の窓から下の薄汚い通りに身を投げることにしようモルヒネ中毒が原因で体が弱り精神も堕落したのだと考えないでほしい乱雑に走りかったこの文章を読んでもらえば 完全に理解するのは無理にしても一体全体なぜ私が忘客や死を望んでいるのか見当はつくと思う戦火監督として乗船していた定期船がドイツの襲撃艇に捉えられたのは広い太平洋の中でも一段と広々として船の往来がめったにない海域だった対戦は始まったばかりでドイツ人どもの海軍も後のように落ちぶれきってはいなかった 船は合法的な戦利品にされたとはいえ乗組員は海軍の捕虜として相応の公正さと配慮を持って扱われたやつらの軍機が実におおらかだったおかげで打歩されてから5日後小さなボートに長時間持つだけの水と食料を積み1人逃げおすことができたようやく自由にそして漂流する身となったが自分がどこにいるのか全くわからない 優れた航海士ではなかったので太陽と星の位置から赤道の絵が南にいるとなんとなく推測するしかできなかった井戸については全くわからず鳥や海岸線はどこにも見えない晴れた日が続き焼きつくような太陽の下何日もあてどなく漂流した通りすがりの船が人が住める陸地の岸に打ち上げられるのを待っていたしかし船も陸地も見えてこず果てしない海の広大なうねりの中に孤立している状態に絶望を感じ始めた 状況が変わったのは寝ている間だった何が起きたか詳しくは分からないというのも夢にうなされよく眠れなかったとはいえずっとまどろんでいたからだようやく目が覚めると真っ黒な泥のネバネバした中に半身が飲み込まれていた見渡す限りそのぬかるみは単調な起伏として周りに広がっていた少し離れたところにボートが乗り上げていた桁外れの予想もつかない風景の変化にまずは驚いたのだろうと思われるかもしれない しかし、本当のところ驚きよりも恐怖の方が大きかった。周りの空気や腐った泥に不吉な気配があって、体の芯まで凍るようだった、辺りにはひどい悪臭が漂っており、腐った地魚や見たところ何とも言いようのないものの死骸が果てしなく広がる不潔な泥の平原から突き出ている、完全な静けさの中、不毛な無限の空間に宿り言いようのない恐ろしさは、ひょっとすると言葉だけでは伝わらないかもしれない。 何も聞こえず一面に広がる黒い泥の他も何も見えないそれでも辺りの静けさが完全なことと風景が誕生なことまさにそれらが心に重くのしかかり吐き気を起こさせるような恐怖を覚えた太陽はギラギラと照り雲一つない無慈悲な空は黒いと言ってもよくあたかも足元の真っ黒な沼地を映すかのようだった座礁したボートに這うように入り込みながらこの状況を説明する理屈はたった一つしかないと気づいた 火山がかつてない規模で隆起したことで海底の一部が水面に持ち上がり底知れぬ深海に何百万年も隠れていた領域が現れたに違いない足元に現れた新しい土地はだだっぴろくいくら耳を澄ませてもかすか波音さえ聞こえないそしてまた死骸を漁る海鳥もいない数時間ボートの中で考え思い悩んだボートは側面を下に横たわっており太陽が空を動くにつれわずかな日陰を作ってくれた 時間が経つと地面の粘ばつきは少なくなったもう少しすれば歩いて動くのに十分なほど乾くように思えたその夜はほとんど眠れなかった翌日食料と水をまとめた消えうせた海と救援の可能性を求めて陸路を行く準備である3日目の朝地面を簡単に歩けるほど乾いていた魚の不死はひどかったがもっと重要なことに関心があったんでそんな些細なことは気にならなかったそして未知の目標に向け大胆に出発した 一日中西へ向かっっってゆっくり進んでいったなだらかに起伏する荒れ地の遠くにある他の所より盛り上がっている丘を目標にしたその夜は野営し次の日も同じ丘に向けて歩いたしかし最初にその丘を見つけた時と比べ全く近づいていないようだった4日目の夕方丘のふもとにたどり着いた遠くから見た時より丘はずっと高い谷があるせいで周りの平地と比べて丘の起伏がくっきりわかる登るには疲れすぎていたので丘の陰で眠った なぜかわからないが、その夜は狂気じみたた。夢を見た書き始めの幻想的な形の月が東の平原に高く上る前に冷たい汗をかいて目を覚ましもう眠らないことに決めたさっきの夢をもう一度見るのはとても耐えられないからだ月の光を浴びながら日中に歩いてきたのはバカなことをしたと思った灼熱の太陽がなかったら歩くのはもっと楽だった実際日没後には躊躇したが今なら丘に登ることができそうな気がした 荷物ををまとめ丘の頂上を目指しして出発した起伏する平原の途切れない単調さのせいで言いようのない恐怖を感じることは以前に書いたしかし頂上について丘の反対側にある限りなく深い峡谷を見下ろした時の恐怖はさらにひどいものだった月はまだ低く暗い峡谷の奥まで照らしてはいないまるで自分が世界の果てに立ちその縁から永遠に終わらない夜の底なしの混沌を覗き込んでいるように感じられた 奇妙なことに恐怖を感じながら失楽園と形のない闇の国から登ってくる恐ろしい魔王の姿とか心に浮かんだ月が空高く登るにつれ谷の傾斜は思ったより切り立っていないことが分かってきた石棚や露出した石が下がっていくのに最適な足場になっていて数百フィートの急な下りを過ぎれば坂は穏やかになっているようだった不可解な衝動に駆られ苦労しながら岩を這い降りその下の緩やかな坂に立った そして、未だ光が差したことのない真っ暗な底を覗き込んだ。ふと注意を引かれたのは、前方およそ100ヤードのところにそそり立つ、向かいの斜面にある大きくて奇妙な物体だった。それは高度を増す月の光に照らされて、白く輝いていた。巨大な岩石であることはすぐに分かった。しかし、その形や位置が自然の力だけによるものではないという印象を強く受けた。さらによく見ているうちに、言いようのない感覚を覚えた。 途方もなくく大きく海底にぽっかり空いた溝に地球ができて間もない頃から存在していたにもかかわらずその奇妙な物体は形を整えられたモノリスでありその巨体は過去に知的生物による最高を受けそしておそらくは礼拝の対象だったに疑いないように思えた恐怖で呆然とする一方科学者や考古学者の喜びのような多少のスリルも感じながら周囲をさらに詳細に調べてみた月は今や天頂近く谷間を囲む高い断崖の上を怪しく鮮やかに輝き 谷底に幅広い川がが流れているのか分かった川は暗曲しており、上流も下流も見えない、そして水は斜面に立つ足のところまで来ていた。谷の向こうでは巨大なモノリスの土台も波に現れている、モノリスの表面に文字や粗雑な彫刻が刻まれているのを見ることができた。碑文は造形文字で書かれていたが、私の知らないものであり、また本で見たい、いかなるものとも違っていた。 文字の大部分は魚うなぎタコ甲殻類軟体動動物物クジラなどのの水性動物を様式化していた文字の中には海底隆起によりできた平地で腐敗した死骸を目にしたほかは現代の世界では知られていない海の生物を表しているらしいものもあった特に目を引かれたのは彫刻の絵柄の方だった巨大なサイズのおかげで間に顔を挟んでもはっきりと見ることができたが石の表面に朝浮彫りの彫刻が並んでいた そのモチーフは画家のどれを嫉妬させるようなものだった。彫刻は人間、少なくともある種の人間を表しているようだった。ただ、その人間は海底の洞窟で魚のように戯れ、波の下にあると思われるモノリスの祭壇を拝んでいるように見える。彼らの顔や姿を詳しく述べようとは思わない。思い出すだけで気が遠くなるからな。ポーやブルワーのような作家の想像力も及ばないほど彼らはグロテスクだったが、忌々ましいことに全体的な輪郭は人間によく似ていた。 水かきのある手足、驚くほど大きくてたるんだ唇、ギョロッとしたガラスのような目玉、その他思い出すのも気持ち悪い特徴にもかかわらずだ、奇妙なことに人間とその背景の彫刻の大きさはひどくバランスを欠いているようだった。例えば彼らの一人がクジラを殺している場面で、クジラは人間よりほんの少し大きいだけだ。今述べた通り、彼らはグロテスクで異様に大きかった。しかしすぐにそれらは原始的な漁業、海洋民族がこしらえた、想像上の神々だと思った。 ピルトダウン人やネアンデルタール人が誕生する幾時代も前に絶滅した何らかの種族によるものに違いない最も大胆な人類学者さえ考えつかない過去の世界を思いもよらず垣間見て畏敬の念に打たれた考え込んで立ち尽くしていると眼前は静かに流れる川に月が奇妙な影を落としたその時突然私はそれを見た水面をわずかに波立たせて浮上してきたそいつは黒い水面を出て視界に滑り込んできた ホリフェマスのように忌まわしいその巨人は悪夢に出てくる恐ろしい怪物のようにモノリスに向かって突進した鱗の生えた巨大な腕をモノリスに巻きつけると巨人は醜い頭を垂れてゆっくりした一定の声を発した私はその時に狂ってしまったのだと思う反響乱で斜面と崖を登り座礁したボートのところに錯乱しながら戻ったがその時のことはほとんど覚えていない 多くの歌を歌い、歌えないときは奇妙な笑い声を上げたと思う。ボートに到着して間もなく大きな嵐があったのをぼんやりと覚えている。少なくとも雷鳴と自然が最も荒れ狂ったときにしか発しないような豪音を耳にしたと思う。気がつくとサンフランシスコの病院にいたアメリカ船の船長が海の真ん中で私のボートを見つけ、病院まで運んでくれたのだ。錯乱しながら多くのことを話したが、ほとんど相手にされなかった。太平洋上で大地が隆起したことについて救助してくれた人たちは何も知らなかった。 それに彼らが信じられないだろうことについてあれこれ言っても意味がない。一度著名な民族学者を探し出し、魚神ダゴンに関する古代フェリシティ人の伝説について、相手に笑われるような風変わりな質問をしたことがある。しかしすぐ、彼が絶望的なまでに常識であるのが分かり、質問をやめた。夜、とりわけ、書き始めた月が満月と半月になる頃、あの巨人が見える。 モルヒネを試してみたが、薬物によって得られたのは一時的な安らぎだけで、私は絶望的な奴隷のように薬から離れられなくなってしまった。だからもうすべてを終わらせるつもりだ、一部始終を書き終えた。同胞たちにとって何かの参考になるか、あるいは単に馬鹿にされ、笑われるかもしれない。よく自分自身に問いかける、あそこで見たのはすべてではないにしろ、単なる幻だったのではないかドイツ軍艦から逃げ出した後、遮るもののないボートで太陽にやられ、ざれごとを喚きながら見た幻覚ではなかったか こう問するとそれに答えるように恐ろしいイメージがいつも鮮明に浮かび上がる深海のことを考えようとするとあの名前もない生き物を思い出し身震いするまさにこの瞬間にもぬるぬるした海底をじたばた這いまっているかもしれない石でできた太古の偶像をあがめ水浸しの花崗岩でできた海底のオベリスクにやつら自身の忌まわしい姿を刻んでいるのかもしれないやつらが波から上がり悪臭のするかき爪でもって戦争で疲弊した弱々しい人類の生き残りを引きずり下ろす日が見える 陸地が沈み全世界が地獄へと化す中暗黒な海底が隆起する日が見える終わりは近いドアのところで音が聞こえる何かヌメヌメした巨体がドアにぶつかっているような音だ見つかりはすまい神よあの手が窓に窓に